どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ずっと紹介してね、クレジットカードがあってですね、そちらね、クレジットカード案件がね、ポイントサイトでね、出ないかなってずっと待ってたんですけども、やっと出ましたんで、今回ね、こちらを紹介していきたいと思います。ということなんで、本日はね、ポイントサイトの案件っていうことでね、解説していきたいと思うんですけども、皆さんね、持ってますでしょうか、こちら。エポスクレジットカード、まあビザカードなんですけども、こちらね、今回の、紹介するクレジットカードなんですけども、こちらのね、エポスクレジットカードはですね、年会費無料のクレジットカードにもかかわらずですね、海外旅行保険が自動付帯なんですよね。自動付帯っていうことなんで、利用付帯ってあるじゃないですか。ホテルの代金を使うとか、飛行機とかのね、代金を使うと、利用付帯で保険適用しますみたいなのがありますけども、このエポスクレジットカードはですね、持ってるだけで、海外旅行保険がね、受けられるクレジットカードとなっているんですよね。で、この年会費無料ってやっぱりね、すごいですよね。年会費無料なのにこの保険がついてくるっていうのはね、本当にすごいですけども、先日ね、私が紹介させていただいたセゾンアメックスゴールドクレジットカード、あちらもですね、条件を満たせばですね、キャンペーンでね、12月1日から始まるね、年会費無料キャンペーンにね、載せることができますんで、まああちらもね、年会費無料ですんで、ぜひね、この2つはね、確実に、保有していくことをお勧めします。まあ、海外旅行保険なんで、もちろんね、海外旅行に行かれる方、まあ、対象にはなるんですけども、ぜひね、持っていった方が、まあ、安心ですよね。ということとなっております。それではね、このエポスクレジットカードの、海外旅行保険のね、自動付帯である、金額をね、まあ簡単に紹介していきたいなと思うんですけども、保険金額は、最高、死亡後遺症障害で500万。で、障害治療、が200万。疾病治療が、270万。賠償責任が200万。救援者費用が100万。経口品損害が20万ということで、まあ今バーッと紹介しましたけども、海外旅行保険でね、一番見てほしいっていうのは、まあ障害治療費用と疾病治療費用っていうところですね。まあこの一番上の障害死亡っていうのは、まあなくなっちゃったりね、後遺症が残った時とかにね、支払われる金額なんですけども、ここまでね、ひどいっていうのを受けるっていう可能性よりかはですね、この障害治療と疾病治療費用っていう、その、怪我をするとか、まあ、向こうで体調を崩して病院に行くとか、まあ、なんかの病気でね、入院するとかね。まあ、基本的に入ってくるのはここの保険なんですよね。ですので、まあ、海外旅行保険をね、一番見るときはね、一番ここをね、重視していただきたいなっていうのが、私の個人的見解ですね。ですので、この治療がね、治療じゃない、この保証がね、まあ無料でね、エポスクレジットカードを持ってればね、無料で受けれるわけなんですよ。これすごいですよね、やっぱり聞いてても。で、一つね、一番気にしてほしいのはですね、経口品損害ってやつですね。まあこれ20万ついてるんですけども、経口品損害って何かわかりますよね。旅行に行って、まあ自分の持ってったね、まあビデオカメラとか、まあスマホ、カメラとかね、まあ何でもいいんですけども、まあそういうものをね、壊してしまった場合ってありますよね。まあそういう時に、まあ出るね、この保証なんですけども、これが年会費無料で、まあ20万ついてくるわけなんですよね。まあ旅行中に壊れた場合ですね、これでね、申請できるわけなんですよ。で、もちろんね、故意とかはダメですけども、落として壊しちゃったりとかね、携帯とかスマホとか、まあ、携帯とスマホ一緒ですね。まあ、ビデオカメラとかカメラとかね、持ってきますよね、旅行の時に。まあ、そういうものを落として壊したりした時にね、まあ、こちらで申請して、まあ、保証を受けることができるんですよね。やはりこれすごいですよね。海外旅行ね、よく行かれるとかね、まあ、これから行こうっていう方はね、まあ、一つ持っててもいいんじゃないのかなって個人的には思います。海外旅行保険なんですけども、まあ、今日ね、こうやって紹介しておりますけども、この200万とか270万円の保証だけで行かないでくださいね。まあ大丈夫だと思うんですけども、まあ医療費の高い国っていうのは、本当に医療費って高いんですよ。まあ私の大好きなね、ニューヨーク、まあアメリカですけども、本当にね、盲腸で入院して800万とか1000万とか請求する、来るような国なんですよね、アメリカって医療費が高いんで。ですんで、
ある程度ね、保証のある状態で旅行には行ってくださいね。特に、アメリカとかね、行く際は、1000万からまあ1500万とか2000万とかね、ある程度余裕を持ったね、保険を背負った上で行ってくださいね。で、私ね、まあ、今もう20回ぐらいニューヨークに行ってるんですけども、その中でも、2時間か3時間ぐらいのね、一緒にしか行動しないツアーで、急に体調悪くなって、そのまま病院行かれた方とかもね、やっぱりいるんですよね。やっぱり旅行中って疲れるじゃないですか。ですので、まあ、ある程度のね、保証を、持って、海外旅行にはね、行ってくださいね。それではですね、次にエポスクレジットカードのね、今回のクレジットカード案件と、まあ、ポイントについてね、話していきたいなと思うんですけども、今回のこのエポスクレジットカードはですね、まあ、ウェブから入会するだけで、2000ポイントが自動にもらえるんですよね。自動でもらえる。ですので、まあ、入会するだけで、まあ、2000分のポイントがもらえます。これは、ポス側からもらえるポイントとなりますんで、頭入れておいてください。で、プラスね、500ポイントがね、もらえるっていうのがね、あるんですよね。まあ、紹介コードっていうのをね、入れていただくと、プラスね、500円もらえますんで、まあ、概要欄にね、紹介コード書いておきますんで、もしね、プラス500ポイントね、欲しい方は、紹介コードをね、コピーして入会するようにしてください。発行する際にね、紹介コードを入れる欄がありますんで、まあ、そちらね、紹介コードを入れるようにしてくださいね。で、ポイントサイトなんですけども、今回は7000ポイントということで、まあ、7000円分ですね。で、ポイントサイトは EC ナビとなっておりますんで、EC ナビでね、こちらも URL 貼っときますけども、EC ナビで、まあ、エポスカードね、検索していただければ、2つね、案件ヒットしてしまうんで、画像、ここに出しておきますんで、発行後に、発行する際に、キャッシング利用枠ありっていう方で、やりましょう。っていうのも、もう一つはね、リボ払い設定なんで、キャッシング枠をね、入れて発行する。そうした上で、まあそのね、キャッシング枠がね、そういうのをつけたくないっていう人はね、もちろんいると思いますんで、まあとりあえずキャッシングご利用枠ありで発行する。まあその後にね、そのつけた枠はですね、解除することができますんで、まあそういう感じで、ポイントサイトの案件をこなすっていう形にしてください。まあそうすることによって、まあ7000ポイントがね、もらえるっていうことになります。それではね、最後にですね、まあ、案件と、クレジットカードの自体のね、話はね、まあ、これで終わりなんですけども、エポスカードにはですね、実は、ゴールドカードがあるって皆さん知ってます?このエポス、クレジットカードはですね、まあ、普通に利用していてもですね、まあ、年間50万円ぐらいだったかな。まあ、ちょっとね、条件明かされてないんですけども、エポスゴールドカードっていうもう一個上のね、ゴールドカードがあるんですよね。このエポスゴールドカードは、自分で申し込むことはね、できないインビテーション制っていう、招待されて入るね、クレジットカードとなっておりまして、まあ、どうやったら、そのゴールドカードのね、招待、インビテーションが来るっていうのがね、明かされてないので、まあ、諸説あります。まあ、半年で50万とか20万とかね、いろいろ、諸説あるんですけども、こちらもね、ゴールドカードなのに、年会費が無料なんですよね。で、先ほど、説明した障害保険の、まあ、死亡保障だけね、1000万円になったりとか、ポイントの有効期限がね、無期限になったりするんですけども、一番ね、いいポイントっていうのは、ゴールドカードなのに、年会費無料ということなんで、先日紹介したね、クレジットカードラウンジの動画、解説出させていただきましたけども、あちらのラウンジ入れちゃうんですよね。年会費無料なのに。っていう特典があるんですよね。で、私もですね、ちょっとこちらのクレジットカードをね、今後ちょっとね、使ってみて、この、その招待制っていうのはね、来るかどうかっていうのをね、ちょっとやっていきたいなと思います。で、無事ね、インビテーションが来たらですね、まあそちらもね、また動画でね、紹介させていただけたらなと思います。まあ年会費無料のクレジットカードで、クレジットカードラウンジ入れちゃうっていうのはすごいですよね。まあこういうね、方法もね、まあ一応あるんですけども、まあ先ほど言った通りね、条件が解放されてないんで、まあ、あくまで予想で使っていくしかないんですよね。もちろん私が何ヶ月か使って、それで、まあ、いくら使ったとしても、そのインビテーションが来ない可能性だって、まあ、もちろんあるわけですよね。ですんで、まあ、もしね、来た際にはですね、まあ、私はこんな感じで使ったら、来ましたよ、みたいなね、感じで、まあ、皆さんにね、発信できたらなと思っております。
いかがだったでしょうか。今回は海外旅行保険に強いポスカードのクレジットカード案件を紹介させていただきましたけども、まあ皆さんね、これから海外にね行かれる際は、まあこちらをね、まあメインにするのではなく、まあ保険のね足しにしていただくみたいな感じで、ぜひね持たれてみてはいかがでしょうかっていう感じですかね。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただくととても嬉しいです。で、私のツイッターでですね、普通のことからポイントサイトのね案件なんかもねつぶやかしていただいたりしております。で、私のこの動画のチャンネルでですね、ANA のこと、 ANA マイルを貯める、ポイントサイトの運用方法なんかもね、解説させていただいております。それ以外には飛行機レビュー、マリオットボンボイの宿泊レビュー、クレジットカードお得情報、私の大好きなねニューヨークの街なんかも紹介させていただいております。もしよければぜひチャンネル登録してね、見ていただければと思います。で、ちょっとね言い忘れたんですけども、このエポスクレジットカード、まあエポスのねポイントってすごい付与が早いんですよね。まあ今現時点ね、この EC ナビっていうのは東急ルートにねポイントが開通していないんですよね。まあその点だけは、頭入れといていただけ、私がね、発行した感じだと、すごいね、以前なんですけども、発行した感じだとね、すごいポイント付与早いんで、まあおそらく間に合うかと思うんですけども、もし間に合わなかったらですね、今 EC ナビ自体は、ANA マイルにね、東急ルート開通してないので、ね、その点だけご容赦していただけたらなと思います。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。